皆さん、長時間の配信お疲れ様でした。もわもわ勉強会、思ってた以上にみんな喜んでくれてたわね。3時間も勉強するの大丈夫かなって心配だったけど、私たちと一緒だと苦手な勉強も頑張れるって言ってくれてる人がいて、すっごく嬉しかったな。息抜きにやったゲームやトーク企画も楽しんでもらえてよかったわね。そうだね。あ、ところで斉藤さん、今日はこの後相談があるって言ってましたよね。はい、今後のお仕事について話し合えればと思いまして。以前から仕事のオファーが増えていることはお話ししていたと思うんですけど、実は今全部は受けきれない量になってきているんです。え？私もできる限り受けられるようにスケジュールを調整していたのですが、最近は追いつかないくらいになっていまして、なのでこの先どういう仕事を受けるべきか方針を相談させていただきたいんです。あ、なるほど。でもそんなにたくさん仕事が来てるんですね。なんだかすごいの。はい、有村隆のありなし話での成功をきっかけにテレビ関係者からのオファーが増えたっていうのもありますが、皆さんその後に入った新しい仕事でも活躍してくださったので、業界的な信用も高まってきてるんだと思います。そうだったんですか。今までの仕事がオファーにつながってるっていうのはありがたい話ね。それで今はどんなお仕事のオファーが来てるんですか。はい、一覧資料を作ってきたので配りますね。どれどれ。はっちゃけ昼休みからもオファーが来てるじゃない。愛理ちゃん知ってるの。去年の漫才グランプリで話題になったワンちゃんこさんが MC のバラエティ番組よ。あ、それお昼休みに友達が見てたやつかも。確かワンちゃんこさんとゲストがチームを作ってゲームとか料理バトルをしてたような。そう、それよ。ネット配信の番組だけど、今若い世代を中心にすごく流行ってるみたいなの。他にも雑誌モデルや食レポ、ラジオ、町おこしをするドキュメンタリーの撮影なんかもあるね。町おこし？うん、地域のお祭りやイベントのお手伝いをするみたい。それなら番組を見てくれた人だけじゃなくて地域の人たちにも元気になってもらえるかも。どれもとっても素敵なお仕事だと思うわ。でもここから選ばなきゃいけないのよね。うん、だからどういう基準で仕事を選んでいくか考えていかないとね。どういう基準で。これは正解はないっていうか、グループによって違うわよね。例えばとにかく知名度を上げたいって感じなら、たくさんの人に見てもらえる番組を選ぶでしょうし、コンセプトがはっきりしてるアイドルならグループのイメージに合ってるかが重要になるでしょ。なるほど。私たちの夢はドームライブをできるくらいたくさんの日本中の人に希望を届けられるアイドルになること。だからその夢を叶えるために必要なことを考えて基準を決めていく必要がありそうだね。ではまずはどんどん意見を出していきましょうか。何か考えがある人はいますか。じゃあ早速だけどいいですか。はい、どうぞ。私は誰かに希望を届けられるかっていうところは絶対に持っておきたいって思うんだ。それが私たちにとって一番大切なことだから。
そうね、そこは外せないわよね。ええ、私たちはそのためにアイドルをしているんだもの。もちろん仕事を通して誰かに希望を届けられるかは私たちの頑張り次第だけど、相性がいい仕事を選ぶことはできる。例えば見た人が笑ったり感動したりして元気をもらえるような番組とかね。じゃあ誰かに希望を届けられるかっていうのは一番大事な基準として考えますね。とはいえやっぱりどれだけたくさんの人に見てもらえるかっていうのも大事よね。ドームのキャパは3万人、中間目標の舞踏館でも1万5000人。私たちの夢を見据えるなら、少なくともそれくらいの人数を集客できるくらいの知名度は欲しいわね。そうだね。じゃあ今の私たちは誰かに希望を届けられて、たくさんの人に見てもらえるようなお仕事を選んでいけばいいってことかな。今出てる基準を元にするとそんな感じね。でももっといろいろあると思うから意見を出し合ってみよう。では今まで話した基準をまとめてみましょうか。まずは誰かに希望を届けられるかと、たくさんの人に見てもらえるかよね。それからグループで出演できるかっていうのも大事なんだよね。うん、今はモアモアジャンプを初めて知る人が多い時期だから、ちゃんとグループとして覚えてもらえるようにしないとね。それに配信のスケジュールも確保できるかっていうのも出たわね。ただでさえ減ってしまっている配信をこれ以上減らすとファンのみんなを悲しませてしまうし、私たちとしても配信を通して希望を届けることはこれまで通り大切にしていきたいものね。あとは考えられそうな基準は全部出た。だけどでもこれ全部当てはまるお仕事ってあるのかな。さすがに全部当てはまる仕事ってなると難しいから、優先順位をつけないといけないわね。一番優先するのは私たちの活動目的でもある誰かに希望を届けられることだとして、次はたくさんの人に見てもらえることなんじゃないかしら。それが私たちの夢を叶える近道になるはずだもの。ええ、私もそれがいいと思うわ。わかりました。それではこの2つがクリアできるのを優先しつつ、他の基準にも合う仕事を選んでいくという形で。うん、はるかちゃんどうかしましたか？ごめん、もう少し考えさせてもらってもいいかな。え？アイリが言ったように、その2つを重視するのは正しいと思う。優先順位も間違ってない。でもなんだかまだ考えられてないことがある気がするの。考えられてないこと？うん。それが何なのかはうまく言えないんだけど、このまま仕事を選んで本当に私たちの夢に届くのかっていうと、まだ何かが足りない気がして。何かが？ごめん、曖昧なことばっかり言って。こういう時考えすぎちゃうの。私の悪い癖だよね。何言ってんの？
その慎重さに私たちはいつも助けられてきたんじゃない。はるかちゃんが気になることがあるって言うなら、私も一緒に考えたいわ。だから全員が納得できるまで考えましょう。みんなで考えれば見落としてることを見つけられるかもしれないもんね。みんなありがとう。ただオファーの返事をあんまり遅らせるわけにはいかないし、ちゃんと期日は決めておいた方がいいと思うから、考えるのは明日までにしよう。それまでには私もちゃんと答えを出すよ。わかったわ。私たちももう一回ちゃんと考えてみましょう。それじゃあミーティングは一旦閉じて、次は雑誌のインタビューが入っているので、そろそろ移動の準備をしましょう。え、もうそんな時間？回答を考えたノートを取ってこないと。あら？みのりちゃん、さっきカバンに入れてなかった？そうでした。もうちょっとは落ち着きなさいよ。やっぱりわからないな。一番優先するのは私たちの活動目的でもある誰かに希望を届けられることだとして、次はたくさんの人に見てもらえることなんじゃないかしら。それが私たちの夢を叶える近道になるはずだもの。愛理が言ってたことは間違ってないと思う。でもこの選び方で、この基準だけで本当にいいのかな。モアモアジャンプとファンのみんなと一緒に行けるのかな。あのステージに、あ、そういえばアスランの時はどういう基準で仕事を選んでたんだっけ。確かヒイラギプロデューサーが、みんなだいぶ息が合ってきたね。じゃあ次はもっと振りの精度も上げられるように。どうかした？さっきからちょっと元気がないけど、体調悪いの？長寿番組の？え？あの番組のレギュラーを？はい、わかりました。桐谷。あ、お疲れ様です、ヒイラギさん。なあ、急に呼び出してすまなかった。お前に単独の仕事が来ていたな。
単独の、ですか。そうだ。内容は、数人のアイドルが与えられた曲に即興で振りをつけるパフォーマンスバトルだな。うまくいけば、お前はもちろんアスランのパフォーマンス力の高さを示す機会になる。アスランを代表するつもりで臨んでほしい。あ、はい。詳細は後ほどマネージャーに送らせる。話は以上だ。あの。ん？どうした？お聞きしたいことがあるんです。はしゃいでいいんですのレギュラーを断ったというのは本当でしょうか？まったく。聞こえるところで電話をするなと言っておかないとな。じゃあやっぱり本当だ。よろしければ理由を聞いてもいいでしょうか？私たちは日本中の人に希望を届けるアイドルを目指しています。なのにどうして？まさにその夢のためだ。え？アスランがここまで人気になったのはなぜか。それは個性を見失わなかったからだ。個性？ああ、私はアイドルには強い個性が必要だと考えている。つまり他のアイドルやアーティストではなくアスランでなければならないと感じさせる独自性だ。それがあれば替えのきかないアイドルになる。そして個性に惹かれたファンは強いファンになり声を上げてくれる。アスランの夢を一緒に叶えようとお前たちを支えて応援してくれる声、その声が重要なんだ。確かに私たちはいつもみんなの元気をもらったとか頑張ってって声に支えられてきた。それに私たちの夢を叶えようと家族や友達に一緒に応援しようって呼びかけてくれた人たちがいて、そのおかげで CD の手売りから始まった私たちがここまで大きくなれた。みんなの声があったからアスランは前に進み続けてこれたんだ。知名度の高い番組に出て存在を知ってもらう、それはもちろん大事なことだ。だがそれ以上に熱心なファンを作ること、これを積み重ね大きな声を得ることが重要になる。大きな声。キリタニ、アスランの個性は何だと思う？私たちの個性。ファンのみんなに私たちじゃないとダメって思ってもらえる部分のパフォーマンスでしょうか？そうだ。力強いステップで遠くまで響く歌声で心を照らす笑顔で見ている人に希望を届ける。アスランはそういうアイドルだ。とはいえはしゃいでいいんですはさすがに私も悩んだ案件だ。だが今はまだ時期じゃないと判断した。アスランとはどういうアイドルなのか、その認識が正しく広まり定着するまでは多少スケールは小さくても私はお前たちの個性を伝えることを優先する。その方がアスランが夢を叶える近道になるからな。今まで私はたくさんの人に希望を届けるってことしか考えてなかった。そのゴールにたどり着くまで
どの道を進むのが最善かなんて頭になかった。でも柊木さんはそこまで。ありがとうございます、柊木さん。お話を聞かせてくれて。構わない。それより次のライブも期待しているぞ。お前たちの個性を全力で伝えてこい。それがお前たちの未来を切り開く。はい。個性を伝える。そっか、あの人はいつもアスランの個性を活かせるような仕事を選んでた。その基準が抜けてたんだ。だけどモアモアジャンプの個性って、なんだろう。パフォーマンスは頑張ってるけど、プロの振付師やトレーナーがついてるグループに比べると、どうしても見劣りするところはある。トークは、愛理もそうだし、みのりにもお客さんを笑顔にする才能があると思うけど、グループの個性とは違うと思うし、でも、うまく言葉にできないけど、何かある。もどかしいな。どうしたらうまく言語化できるんだろう。みんなにも相談したいけど、時間も遅いし、明日にした方が。あ、少しだけ聞きに行ってみよう。誰かいるかな。ワン、ツー、スリー、ポーズ。こんな感じでどうかな。かっこよく決まってたと思うよ。よかった。さあ、本番も今の感じで。カイトさん、レン君。え、ハリカちゃん。こんばんは。遅くにお邪魔します。二人ともこんな時間まで練習していたんですね。お疲れ様です。ありがとう、はるかちゃん。実は次のライブは特に気合が入ってて、レン君にもこうして練習を手伝ってもらってるんだ。何か特別なライブなんですか。カイト君にとってはそうかもね。そら、カイト君は演出を考えたり裏方の作業をしたりして僕たちのライブを手伝ってくれてるでしょ。だからいつも僕たちを働かせてくれるお礼に、次のカイト君のライブは僕たちでプロデュースすることになったんだ。なるほど、それは確かにカイトさんにとって特別なライブになりそうですね。せっかくレン君たちがプロデュースしてくれるんだから、僕も頑張らないとね。でも、全部やりたくてやってることだから、お礼なんて言われると、やっぱりちょっとくすぐったいな。僕はみんなのファンでもあるから、みんなの素敵なところをお客さんに伝える手伝いができて、むしろ感謝したいくらいなんだけど。カイト君、いつも言ってるけど、それは僕たちの。うん、分かってるよ。だからみんなの気持ちに応えて最高のステージにしてみせるよ。頑張ってくださいね。そういえば、はるかちゃんはこんな時間にどうしたの。ああ、実は相談したいことがあって。モアモアジャンプの個性活
か。はい。さっき、アスラン時代のプロデューサーの言葉を思い出して、私たちの個性を知ってもらえるかも、仕事を選ぶ上で大事な基準になると思ったんです。でも、肝心の個性が何なのか、うまく言葉にできなくて。よければ、客観的な意見を聞かせてくれませんか？そうだね。みんなには、素敵な個性がたくさんあるけど、モアモアジャンプならではってことなら、ファンの前で自然体でいること、なんじゃないかって僕は思うな。自然体で。うん。アイドルって、すごくキラキラしてて、みんなも憧れになるような存在だよね。でも、はるかちゃんたちは、それだけじゃなくて、誰かに希望を届けるために、一生懸命頑張ってたり。自分たちじゃどうしようもできないことを、ファンのみんなと一緒に乗り越えたり。実はね、会場と日時は決まったんだけど、イベント当日に手伝ってくれるスタッフさんが足りてないの。今のままだと、イベントでできることが少なくなったり、来てくれる人の数を減らさなきゃいけなくなっちゃうんだ。だけど私たちは、できるだけたくさんの人たち、応援してくれるみんなに来てほしいの。普通なら、ファンには見せない姿も見せてきた。そうですね。格好悪いところも見せちゃいましたけど。でも、それはみんなの個性だと思うんだ。そんな風に、ありのままの姿を見せてくれるみんなだから、ファンはきっと、モアモアジャンプのことを、すごく近くに感じてくれてると思うし、みんなが頑張ってる姿を見て、自分も一緒に頑張ろうって気持ちになるんじゃないかな。自分も一緒に。私たちと一緒だと、苦手な勉強も頑張れるって言ってくれてる人がいて、すっごく嬉しかったな。そういえば、配信でも同じようなことを言ってくれてた人がいたな。そうなの？うん。勉強してるのを見ると親近感が湧くとか、みんなが頑張ってるのを見てやる気出た、4人と一緒なら頑張れるとか。そっか、ありのままで近くに感じられて、だからこそたくさんの希望を届けられるアイドル、それがモアモアジャンプなんだ。ありがとうございます、レン君、カイトさん。おかげで考えがまとまりました。そっか、力になれたならよかったよ。次のお仕事も楽しみにしてるね。うん、いい報告ができるように頑張るね。これで今週のスケジュールの共有は以上です。ありがとうございます、斉藤さん。じゃあ次は。待たせちゃってごめん。でもみんなが時間をくれたおかげで、ちゃんと納得できる答えを出せたよ。本当？なら早速聞かせてもらえるかしら。わかった。昨日も言ったけど、アイリたちの考えは正しいと思う。仕事を選ぶ上で誰かに希望を届けられることは、これからも一番大事にしたいって思うし、たくさんの人が見てくれる仕事を受けて、私たちを広く知ってもらうことも夢を叶えるために絶対必要だから。でもまだ他にも大事にしなきゃいけないことがあると思うんだ。え？それって、それはモアモアジャンプの個性を伝えること。個性ね。と言っても
これはアスラン時代のプロデューサーの受け売りなんだけどね。実は。なるほど。確かに私たちならではの個性を好きになってもらえれば、その人にとっての唯一無二になれるわよね。熱心に応援してくれる人の声が私たちを励ましてくれるのはもちろん、ファンを増やすきっかけになるっていうのも納得できるし。うん。だから知名度を上げることも大事なんだけど、私たちの個性を知ってもらえるかっていうところも重視した方がいいと思うんだ。そうね。でも私たちの個性って何なのかしら。それはありのままのアイドルってことだと思う。ありのままの、結果的になんだけどね。例えば、雫はお客さんに喜んでもらうためにひたむきに努力してる姿。アイリなら誰かを元気にするために人一倍考えて動いてる姿。みのりは夢に向かって壁にぶつかっても諦めずに一生懸命進んでいく姿。はるこちゃん、そういうありのままのみんなの姿が私は好きだし、ファンの人たちも好きになってくれてるんだと思う。これはフリーで配信を中心に活動しているからこそ伝えられたことでもあって、その結果私たちだけじゃどうにもならない問題もたくさんあったけど、そういった時に励ましてもらったり助けてもらいながらみんなで一緒に歩いてこれたことはモアモアジャンプらしいことなんじゃないかな。それわかります。これはファン目線の意見なんですけど、モモジャンの皆さんは私たちに対等に接してくれている気がするんです。配信を見てても画面の向こうの遠い存在じゃなくて、すごく身近で安心できる存在に感じるというか。だから辛い時や元気が出ない時、皆さんを見ると隣で励ましてもらっているような気持ちになりますし、一生懸命頑張っている皆さんを見ていると自分も頑張ろうって思えるんです。斉藤さん、そっか、ありのままの姿だから一人一人に寄り添って希望を届けられる。それならすっごく嬉しいの。そうね、私も同感よ。じゃあ、はるかが考えてくれたありのままのアイドルという個性を知ってもらえるかも視野に入れて仕事を選びましょう。となるとどんなお仕事がいいのかしら。そうだね、決まった台本や演出に応えていく仕事よりできるだけ自然体の姿を見せられる仕事。例えばフリートークを長めに撮ってもらえる番組や何かに密着する番組とかの方が私たちの個性を知ってもらいやすいかもしれないね。なるほど。でしたらその条件や他の基準をもとに良さそうな仕事をピックアップしていきましょうか。一通り検討してみましたが、基準をおおむねクリアしていそうなのはバラエティ番組のはっちゃけ昼休みと町おこしのドキュメンタリーを撮影するどっこい町おこし隊ですかね。そうですね、どちらの番組も見ている人を笑わせたり励ましたりして希望を届けられそうですし、どっこい町おこし隊は地方局だけど人気番組みたいだから、どっちもたくさんの人に見てもらえそうね。はい、そして肝心のお仕事内容ですが、どっこい町おこし隊はやらせなしのリアルなドキュメンタリーを撮りたいとあったので、おそらく条件に合うと思います。はっちゃけ昼休みは推測するしかないけど、
対決系のバラエティは台本が段取りだけだったりするから、ある程度私たちとの相性は良さそうね。ではこの2つから選んでいければと思うのですが。普通に考えるとはっちゃけ昼休みがいい気がするわね。どっこい町おこし隊も人気番組のコーナーではあるけど、視聴層が限られてるし、配信も一部のアプリ限定みたいだから、はっちゃけ昼休みの方が幅広くたくさんの人に見てもらえるでしょうし。うん、でも私はどっこい町おこし隊がいいと思う。どっこい町おこし隊は撮影期間が長いし、ほとんど台本がない状態で現地の人たちと交流しながら町おこしをしていく番組でしょ。いいことも悪いこともありのまま番組に使われる。他のアイドルだったらリスクもありそうだけど、でも私たちにとっては合うと思う。はっちゃけ昼休みよりも確実にありのままの姿で取り組めそうだから。確かに一般的な知名度は劣っちゃうけど、それでも個性をより知ってもらえる方を優先したいなって。みんなはどうかな？そうしましょう。アイリー、はるかの案に乗るわ。今回はありのままの私たちを見てもらうのを優先しましょう。そうね、私もはるかちゃんの考えを聞いてそれがいいと思ったわ。ありがとう。じゃあ、うん、どっこい町おこし隊で決まりだね。緊張するけれど、花見岡町の皆さんの力になれるように頑張りましょうね。ええ、はい、よろしくお願いします。マラソン大会なのか理由を伺ってもいいでしょうか。なるほど。もちろん何でもお手伝いさせてもらうつもりでいます。マラソン大会のお手伝いは初めてですけど、花見岡町の皆さんのために一生懸命頑張ります。依頼内容がマラソン大会って知った時はちょっと驚いたけど、花見岡町の素敵なところをたくさん伝えられるような大会にしましょう。うん、そうだね。それにテレビを見てくれた人に私たちのことも伝えられるように、それができれば
この仕事はきっと夢を叶える近道になるはずだから。皆さん、最初の撮影の準備ができたので移動お願いします。あ、はーい。まったく、いい加減慣れなさいよね。これから長期間撮影が続くんだから、そんなに緊張してたら身が持たないわよ。はい。今日撮影するのは大会の運営委員の皆さんとの顔合わせよね。そのはずだよ。どんな人たちなのか会うのが楽しみだね。頑張らせていただきます。私はモアモアジャンプの桐谷遥香です。あ、そうだったんですね。お話ししてくださってありがとうございます。皆さんが愛する花見丘町のことを知ってもらって、好きになってもらえるような、そんなイベントになるように精一杯頑張ります。人が集まってきたわ。他の運営委員の方たちかしら。うん、挨拶に行こうか。すみません。え？気のせいかな。今、避けられたような。顔合わせの時もやっぱり何か変だった。どこか態度がそっけないというか。でも大事な企画なのに、いきなり外から来て手伝わせてくださいって言われたら、私も戸惑うかもしれないな。はるかちゃん、どうしたの？あ、なんでもない。ちょっとぼーっとしちゃって。それより早速次の会議に向けて大会を良くするアイディアを考えないとね。ええ、まずは花見丘町を見て回って町のことを知っていきましょう。それにしても本当に素敵な町ね。自然が豊かで空気が澄んでいて。それに食べ物も美味しいよね。定食屋さんで食べたご飯、お肉も野菜も全部美味しくてたまらなくなっちゃったもん。確かに素材の味が生きてるって感じがしたな。食べ過ぎないように注意しないとね。どうしたの、しずく。見て、みんな、こっちにとっても素敵なお花畑があるわ。
綺麗。ええ、いろんな種類の花がたくさん咲いてて、こういう自然が豊かな場所でしか見られない光景よね。この景色も大会に参加してくれた人に見てもらえるといいな。あ、でも大会は結構先だから、その頃にはもう枯れちゃってる花があるかもしれないよね。でも使い方によっては活かせるんじゃないかな。え？例えばだけど、これを。ん？あそこの道の隅で話してるのって、あの人たち、運営委員の皆さんよね？そっか、そういう風に思ってる人もいるんだね。そうだね。でも、それだけみんな、この町おこしに真剣なんだよ。町が大切だからこそ、頼りない人が来たら不安になる。それはしょうがないと思う。だから、その不安がなくなるように、全力を尽くそう。はるかちゃん。そうね。マラソン大会にも、町の皆さんにも真剣に向き合って、私たちの本気が伝わるように、頑張りましょう。うん、私たちは、町の人たちにも希望を届けに来たんだもんね。力になれるように一生懸命頑張って、みんなにたくさん笑顔になってもらいたいな。あ、それで、さっきの花畑のことなんだけど。では、私たちから提案してもいいでしょうか。みんなでマラソンコースを走ったり、街を巡ってみたりしてみて思ったんです。花見丘町は自然が豊かで、食べ物も美味しくて、やっぱりとっても素敵な街だなって。そこで例えばSNS の公式アカウントで街の魅力を発信していくのはどうでしょうか。こんなに綺麗な景色を楽しみながら走れるんだとか、美味しい食べ物があるんだって知ってもらえれば、たくさんの人が興味を持ってもらえると思うんです。もちろん取材や SNS の更新は私たちが主体になってやっていければと思います。で配る軽食も工夫できるんじゃないかなって思いました。去年までは飲み物とエネルギー補給のための飴やチョコレートを配ってたって聞いたんですけど、花見丘町の美味しい食べ物を使った軽食を振る舞えないかなって。どうでしょうか。実施するかどうかを決めるのは、予算を確保できる確信を持ててからで構いません。人手については私たちも全力でお手伝いしますので、よければ考えてみてください。すみません、もう一つなのですが、お土産に押し花のしおりを配るのはどうでしょうか。街を歩いてるとき、とっても素敵なお花畑を見つけたんです。
それでこの景色をマラソン大会に参加してくれた人にも知ってほしいなと思ったんですけど、大会の時期には枯れてしまう花もあると思います。だからしおりにすればいいんじゃないかと思ったんです。そうすればあの光景を参加者の皆さんにお裾分けできるし、花が咲いてる時期にまた来たいって思ってもらえるかもしれません。だから台紙さえ用意していただければ、しおりは私たちで作りますので、ぜひよろしくお願いします。よいしょ。この大根大きくてなかなか抜けないもん。いえ、大会で振る舞うお野菜ですし、お手伝いができてよかったです。あ、雫、鼻にテントウムシついてるよ。え、あ、本当ね。ちょっとムズムズして、勢いで立派な大根が抜けました。木材のカットは終わったわ。私も見える部分の塗装終わったよ。これなら本番までにステージ完成しそうだね。ええ、町の大工さんがいろいろ教えてくれたおかげね。私たちだけじゃ1年経っても終わらなそうだったもの。このステージで歌って踊って、みんなが険しい山道のコースを乗り越えられるように応援しましょう。SNS の更新終わったよ。ハッシュタグ花見丘町マラソン大会も見てくれる人だいぶ増えたわね。うん、おかげで参加応募も去年よりたくさん集まってるみたいだし。大変です、皆さん。会長さん、いえ、それよりしおりの在庫が足りないって。しおりってあとどれくらい必要になりそうですか？じゃあ一人100枚だね。そうね。私たちが一人100枚作れば全員に配れます。今からやれば大会には間に合うと思うので。大丈夫です。持
ともとしおりを配りたいって言ったのは私たちですから。参加者も町の皆さんも大会に関わった人全員が笑顔になれるようにお手伝いさせてください。はい、任せてください。ではまずは予備の押し花がどれくらい残ってるか確認させてください。足りない分は。ありがとうございます。それなら電子レンジを使って乾燥させれば間に合うと思います。じゃあ愛理と雫は花の在庫を確認して田村会長と一緒に調達してきてもらっていい？みのりはすぐ作業に入れるように道具を用意してもらえる？私は材料を集めてくるから。うん、私も荷物持ち手伝います。これで合わせて20枚くらいになったかしらね。もうそんなに作ったんだと思ったけど、目標は400枚だし、まだまだだよね。よーし、まだまだ気合い入れて頑張らないと。そうね、一枚一枚丁寧に作っていきましょう。皆さん、どうして？あ、すみません、勝手に進めてしまって。ですが、でも、街が大切だからこそ頼りない人が来たら不安になる。それはしょうがないと思う。だからその不安がなくなるように全力を尽くそう。マラソン大会にも街の皆さんにも真剣に向き合って、私たちの本気が伝わるように頑張りましょう。私たちの気持ち、ちゃんと伝わってたんだ。ありがとうございます。枠内からわざとはみ出させて並べると、お花がギュッて敷き詰められてるみたいになるんです。あとは規則的に並べるんじゃなくて、こんな風にわざと重ねてみたり。
ージ作る用の木の板、運んでも運んでも終わんないよ。泣き言言わないで運ぶわよって言いたいとこだけど、さすがにこの山道の往復は答えるわね。こんな時は行くわよ、ハッピー。よいしょ。これはどんなに疲れててもフルパワーを出せちゃう、ハッピーアイドルにしか使えない必殺技。この技を使って乗り切れなかったロケはないわ。さあ、最後まで運びきるわよ。はい、頑張ります。ありがとうございます。よかったら大会の記念にしおりをどうぞ。ありがとうございます。みんなが手伝いに来てくれるところとか感動しちゃったわ。僕もだよ。みんなの一生懸命さが町の人たちにも伝わって、心が一つになって胸が熱くなっちゃったな。ありがとうみんな。それでテレビを見た人の反応はどうだった？あ、それがね、高齢の視聴者の方が多いからか、今回は SNS の書き込みは多くなかったんだけど、でもたくさんファンレターが届いたんだ。手紙だ。それって SNS に書き込むだけじゃなくて、ちゃんと感想を伝えたいって思ってくれた人がたくさんいたってことだよね。はい、内容も全力で頑張る姿を見て元気をもらえたとか、応援したくなったとか、嬉しいものばかりで。視聴者はそこまで多くないかもしれないけど、見てくれた人にはちゃんと希望を届けられたんじゃないかなって思います。町の人たちにもすごく喜んでもらえたし、いい仕事ができたわね。町おこし隊のディレクターさんからお仕事の相談が来たんですけど、今別番組を立ち上げようとしてるらしいんですが、そのレギュラーに抜擢したいそうです。それってつまり私たちがレギュラーの番組が誕生するってことでしょうか？で、まんまじゃない。しかも深夜帯ではあるんですが、キー曲です。え、キー曲？すごくありがたい話だけど、どうして？それが私たちの方だけではなく、番組の方にもいつも以上にお便りがたくさん届いたんだそうです。またモアモアジャンプに出てほしいって。あ、それからディレクターさん自身も皆さんと一緒にこれからも仕事をしたいって思ってくれたそうですよ。いいものが取れたのはもちろん、町の人たちにもすごく喜んでもらえて理想の仕事ができたっておっしゃってました。そんな風に言ってもらえるなんてとっても嬉しいわね。はい、ディレクターさんの思いにもちゃんと応えられたってことだよね。
この成功は、はるかのおかげね。ん？そうね。はるかちゃんは、私たちの夢のためにたくさん考えて、ぴったりな仕事を選んでくれたし。ロケ中も、町の皆さんの思いを大事にして、適切な判断をしてくれたもの。関係者の皆さんも番組を見てくれた人たちもみんなが喜んでくれる番組になったんだもんね。本当にありがとう、はるか。はるかのおかげで私たちはまた一歩前に進むことができたと思うわ。みんなありがとう。私はできることをしただけだけど、そう言ってもらえると嬉しいよ。ねえ、はるか。提案があるんだけど。ん？モアモアジャンプのプロデュースをお願いできないかしら。それって。もちろん、全部を任せたりしないわ。これまで通り、大事なことはみんなで話しながら決めたいって思ってる。でも、今回のことで思ったの。これから先は、もっと活動方針を考えて動いていく必要がある。プロデュース方針を練って、グループを引っ張っていく存在が必要だって。そして、それができるのは、はるかしかいないと思ってるわ。やっぱり、トップアイドルのセンターだったあんたにしか見えないことがあると思うから。プロデューサーは、モアモアジャンプの舵を取る大事な役割。もし引き受けたら、私の判断がみんなの今後を左右することになる。そうね。私も、はるかちゃんが良ければお願いしたいわ。え？はるかちゃんは、知識や経験はもちろん、視野の広さや慎重さも持ってて、そんなはるかちゃんにこれまで何度も助けられてきたもの。うん、私もはるかちゃんについていきたいなって思う。その分、配信の企画とか練習の計画とかはるかちゃんの分まで頑張るし、困った時は一緒にたくさん考えるから。みんな、みんな、私を信じてくれてるんだ。なら、みんなの期待に応えたい。それに、わかった。私がやるよ。本当？うん。実は私も、そういった役割は必要だって考えてたんだ。それに今回、自分の出した答えがモアモアジャンプの役に立ってすごく嬉しかったから、私の手でみんなを、私たちをもっと輝かせて、もっと高いところまで一緒に行きたいなって思ったんだ。はるかちゃん。でも今の私がちゃんとプロデュースできるかっていうと、まだわからないから、これからしっかり勉強しないとね。はるかならきっとできるわ。斉藤さんもいろいろ相談することになると思いますが、よろしくお願いします。はい！私もたくさん勉強して、お力になれるように頑張りますね。気合い入れないとな。モアモアジャンプをもっともっと輝かせられるように、そして日本中の人に希望を届けられるようなトップアイドルに導けるように。
そういえば、バズピックのアイドル紹介枠に、うちのアイドルを入れられそうだと言っていたな。あの件、どうなっている？そっか。あそこは押さえておきたかったんだが。もわもわジャンプか。